葉っぱは緑色の画用紙で作ります。型紙の2倍の大きさの画用紙を半分に折り、型紙と合わせてさらに半分に折ります。空いているところをホッチキスで留めて、線に沿って切り取ると葉っぱが2枚できます。これを裏側から丸い鉛筆に巻きつけます。開いて元の折り目のところで折ると丸みのある椿の葉っぱができます。